皆さん、こんにちは。キケさんです。今回は、ユナゾケンシーのさよなら、またいつか、レクチャーします。来たよかった。新しいユナゾケンシーの曲、ユナゾケンシーのいろいろなスタイル、めっちゃ好き。でも、この曲、どんなスタイルかな？楽しみに。レクチャーの前、一つニュースあります。また、リクエストできます。イェーイ！レクチャーリクエストあったら、僕のファンティアチェックしてください。But with that being said, 行きましょう。Let's go! チャンネル登録してね。じゃあ、元気。どこかは春が巡り来るのか、知らず知らず大人になった。見上げた先にはツバメが飛んでた。気のない顔で。僕ら美味しい。あ、それは危ない。あのバイレンめっちゃ好き。ディ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 。おー、ベース。素晴らしいメロディー。おお、ちょっとダビ声。おお、知らねえけれど、さよならまたいつか。ダメだ。めっちゃいい。いや、トリプレット。めっちゃ好きなんだ。めっちゃ好きなんだ。素晴らしかった。ヒヒヒヒ。やっぱり米津玄師の元気な曲めっちゃ好き。本当にめっちゃ好き。もちろんゆっくり曲好きけど、彼の元気な曲とてもいい雰囲気ある。でも皆さん、このビデオで米津玄師のポーズめっちゃ最高と思った。とても可愛い。とても素敵な歌詞だったけど、ヒゲさん好きな歌詞は、つながれていた縄を握りしめて、鹿と噛みちぎる、貫け、狙さいだめ、けだし、捕らえ、どこまでも行け。でも皆さん、どうだった？コメントしてください。皆さん、お待ちしましょう。またね。